はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。スターホースポケット、作物ができてるね。農園に行きますか。はい、というわけで、ガチャをまず引きます。読み込み速度が結構時間かかりますね。ラクレスソニーエール以上、ダーリング作物ができてるね。行きましょう。農園に行きますか。お知らせが届いてるよ。さあ、残り15周ですね。今484キロか。大阪杯行きたいですね。この後はいよいよ、イベント開催中だよ。いよいよ、SWBC です。WBC と SWBC ですからね。イベント開催中だよ。最後の G1 になると思います。いい感じだね。大根か。いい感じだね。出荷特賞金も一番前に突破しました。イベント開催中だよ。いい感じだね。お、嬉しいか。よしよし。そう、ドバイもあるんですよね。これドバイシーマクラシックは1回1着取ってるんですよね。その一方で大阪杯は全くレースに出てないんで、今回は大阪杯に挑みたいと思います。オペラ王やアグネスフライトってすごいな。武豊は騎乗馬がない。岡部さんも騎乗馬がないけど、武豊に任せましょう。イベント開催中だよ。いい感じだね。人参か。いい感じだね。今週はレースがあるよ。さあ、いよいよレースの週となりました。また
体はなかなかいいですね。480。体重はバッチリだね。大根ですね。お、嬉しいか。よしよし。さあ、レースです。一番人気 1.3 倍ダントツの一番人気です。投票受付を開始します。これはいいですね。オペラ王が当然2番人気ですね。丸がついてるのはそのオペラ王と5番大卓リーバー、6番エアシャカールあたりか。この辺が脅威となってきそうですね。さあ、前走は2着に敗れてしまいましたが、今回は頑張りたいと思います。桜も見ごろの仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。スタートを切りました。12頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは、先手を取って8番サイレントハンター、そしてもう1頭7番ジョービッグバン、それからアグネスデイサル、その外からは11番アメリカンボス、その後ろでありましょうか5番ライタクリーバー、2番テイエムオペラ王、その外4番トーフォードリーム、1番カタノミッディ、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー外を通ってエアシャカール、12番プロイバタイアドマイアボスであります。3番ロードプロノス、1番後ろに9番アグネスフライトであります。さあ前の方はどうなっているのか、これが先頭8番サイレントハンターであります。そしてその後ろから7番ジョービッグバン、それから10番アグネスデジサル、そして4番手にアメリカンボス、内を通って5番大卓リーバー、差が開いて4番トーフォードリーム、内を通りましてテイエムオペラ王、1番カタノミッディ、どのように差を詰めていくか、それからもう1頭6番エアシャカール、12番アドマイアボス、その後ろ3馬身くらいあって3番ロードクロノス。さあ阪神競馬場は大歓声であります。カタノミッディ大歓声も後押ししているぞ。先頭サイレントハンター、しかし差はそれほどでもない、何か突っ込んでくる1番カタノミッディか、このまま粘れるか、サイレントハンター外をついてデイエムオペラを増している、この辺りで先頭に変わったか、黒い帽子デイエムオペラを先頭だ、1着デイエムオペラを怒られた、謎の敗北だ、これはつらい。気を取り直して次行こう。取り直せるかな。1着2番2着9番3着1番以上のように確定しました。これはちょっと辛いですね。
大馬場が影響したのかな。でも大馬場の能力ってどうだったっけ。馬がレースから帰ってきたね。あまり関係なかったような気がちょっと聞いてよするんですが、求めて受け取りましょう。イベント開催中だよ。いい仕上がりだね。あと11周ですか。いい感じだね。はい、何です？距離的にはどんなレースが合うんだろうな。フォックスは関係ないですからね。イベント開催中だよ。ズコラツは4周なんですが、当然宝塚系になりますよね。いい感じだね。はい、何です？はい、というわけでですね、いい感じだね。はい、残念ながらですね、大阪杯は3着でした。5連勝続いてた時から比べるとちょっと落ちてるなっていう感じはあります。次走宝塚記念、巻き返したいと思います。あと武豊が合わないのかもね、まあ、そんなことはないとは思うんですけど、宝塚記念で巻き返しを図りたいと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただけるの嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。